なんかちょっと白い部分があったかもしれん。でもなんかそんな全然降ってなかった。ほんと、でもシンシンも雪みたい。雪があるとこに行きたい。明日極寒？うわ、めっちゃミニスカート履こうとしてた。やめとこ。明日ね、だってさ、レナタンのなんか卒業配信みたいなあるんですけど、明日。それめっちゃ遅いもん、待って終わんの。配信時間が遅いから、ちょっとあまり防寒対策バッチリでいこうと思います。風邪ひ、なんかほんまにさ風邪ひきそうな。おいしいご飯、あね、なんかご飯食べるみたいな、わかんないけど、総合飯、なんかちょっと読み方が分からへんねんけど、総合会。それです、それに出ます。ゆきインスタ楽しみにしてる。嬉しい。髪型かわいい。え、なんかめっちゃ髪型褒められる。巻いてるから、なんでなん、なんでですか、こんなボサボサやのに。寒すぎて痛い。確かにめっちゃ寒い。なんか手凍ったかと思った。ニトリのやつ、あ、見てくれたのね、嬉しい。色気ある。ふとやん。色気感じる瞬間あった今のこの配信で。にじみ出てたってこと。今日はそう、レアなメンバーで。え、皆さん、みんな気づきました？シンシンがシンポジションしたことに。気づいた？もうほんまに結構頑張ったと思います。でもちょっと成長を感じたのは、めっちゃすぐ覚えれた、そのポジション。はるちゃんのポジションを初めてやった。でも、あ、どうやろう、やることなくはないんかな、わかんないけど。なんか、そのはるちゃんのポジションはキャプテンやん。はるちゃんがキャプテンやから、なんか任せれる人がシンシンしかいないって言われて、それで覚えました。4つもポジション覚えました。私はやらすぎる。ダンシングハイ頑張ったよ。だってさ、いつもシンシンがやったことあるポジションが、コジリンさんのとこと、ウーカさんとこと、シンシンのとこと、ハルちゃんとこやねんけど、そのコジリンさんのポジションとウーカさんのポジションは自分のポジションと大体同じっていうか、いや全然違うねんけど、なんか例えばダンシングハイって後ろの方やねん、その3つのポジションで、急戦協定とか前の方やねんけど、はるちゃんは全部が真逆やったから、そう、全然ね、違いすぎてびっくりしましたね。
同じ、え、同じ曲やんなっていう感じになった。そう、なんかね、実はウーカさんのポジションはね、自分の心身のポジションと心名が多いから結構ね覚えやすかったけど、そう、はるちゃんはがあって、でも新鮮やったからちょっと楽しかった。なんかいつもと全然景色が違って楽しかったです。あ、伝説の魚、確かに伝説の魚は結構あの周り、うん、新名やったことあったけどめっちゃおもろいやんな、シンシンがダンシングハイのセンターやってんの。でも終わった後に、うん、頑張ってた、頑張ってたやんって言ってもらえたのでよかったです。ダンシングハイそう、今日はね、なんかシンポジとか多くて結構ね、なんかあんまりあの他のシンポジの子とかのことを全然見れてあげなかったなとか思ったけどみんなすごく優秀でした。ね、今日はなんか新鮮な公園です。フレッシュ公園かもフレッシュ公園なんです。あやぴょんも初日やったからね。日曜日、日曜日、日曜日は卒業公演かな。え、卒業公演って日曜日そうだって、このメンバーなことってほんまにないと思う今後だから、めちゃレア公演。次回はほぼおりめ、そう、あのちゃんだけいないんですけど、悲しみなんですけど、卒業公演の日に2回公演ってなんか珍しいなと思ったでもレナタン推しからしたらやっぱ嬉しいんかな。私服センス世界一タイプ、嬉しい今日は、あ、これなんかコジリンさんとおソロらしい。ミラコに狙われています。何回か来たらあげようと思います、ミラコに N はね、最近ね、みんな舞台 3人かな舞台してたり、あとゆうみさんも9期生のレッスンしてたり、なんかね、そう、最近ねみんな忙しくてね、公演出れない人が多いんです。そうだから、なかなか揃わないけど、でもはるちゃんも舞台で結構2月頭とか、結構2月までいない時
時がたまにあると思うから、その時にもしあれやったらまたこのポジションをやるかもしれない。シンシンはあのいつもいますので気軽に来てください、劇場に。センター、確かに劇場でセンターってやったことないわ。ナンバーライティ、ナンバーライティこそやっぱ全員メンバーが揃ってないとまだ難しい公演やから、多分ね少ないんかもしれへん、公演の回数自体が。またさ、やっぱなんかまたぎ出演とかなんか覚えて出てくれる子もいると思うけど、でもまだいや多分まだねあれやかな。ってなったらちょっとあれやねん。あれやからあれで、あれやん。だからちょっと結構ね、今っていうか回数は少ないかもしれない。そう、でも結構できるメンバーとかが増えてきたらあります。ミックスジュースはセンターやってないねん。え、やってないやんな。そう、結構ね2番手が目立つ公演やったから、ずっと2番手やってて、だから多分センターっぽかったんやと思う。でもセンターではない。そう、2番手が美味しい公演、生誕祭の時は2番手やってた。なんか劇場でセンターに渡ってないかも。そう、ミルさんのポジションはセンターじゃないんです。ココナさんがやってたポジションがセンターでした。ミックスジュース、え、今日ねフーアと一緒のおたわりのとこがあって、でリハーサルの時にミックスジュースですみたいな感じのやつをやってたのよ。で本番もやってくれるかなと思った。なんか意味わからへん、なんか俺みたいな、なんかよくわからへんことやってた。何やってるんやろうって思いながら抱きしめちゃいけないでの2番で2人で歌うとこでなんかよくわからへんことされた。あれ何やってたんやろ、ほんまに理解できんかったけど、ちょっと乗っといたけど、絶対ミックスジュースやるんやろうなと思ったら、なんか違った。え、そう、なんか私ですみたいな、なんか何か分からんけど、なんかやってた。何やってたんやろ。そう、水色の服刺した後になんかすごいなんかアピールしてた。ちょっと面白いな。フーアはね人となんか面白いから、考え方が面白いから。ほんまや、あと3分や、やばい。
ゃあ先にランキングを読みたいと思います。いきます。13位くにさん、ありがとうございます。11位まつやん、ありがとうございます。11位って2回言った、言ってないよもう。11位野原慎之介、のすけ、ありがとうございます。10位ゆうすけ、ありがとうございます。9位しんさん、ありがとうございます。8位レオさん、ありがとうございます。7位どかちゃん、ありがとうございます。6位けんいち、ありがとうございます。5位かねぴー、ありがとうございます。4位京都のおやじ、ありがとうございます。3位マルール、ありがとうございます。2位ともたん、ありがとうございます。1位沸騰注意、ありがとうございます。ということで、あと2分ほど雑談でもして終わりましょうかね。ありがとうございます。夢中ライブ公演、あの今月とかめっちゃたくさんやってた気がするし、ね、また結構ねいっぱい頻繁にするし、マシンシンもいろんなポジションしてるので、ぜひぜひ遊びに来てください。影穴面白かった、嘘、よかった。あの即席即席影穴です。ありがとうございました。お笑いセンス、お笑いセンス初めて言われた、ありがとう、嬉しいです。今年はそうやな、頑張ります。公演も盛り上げれるように頑張りますので、遊びに来てくださいね。確かに明日雪降ってますように。ルームスもまた更新します。ありがとう。あ、1分って結構長いのね。それじゃあ終わります。ありがとうございました。おやすみなさーい。